はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直輔です。あなたのハートにアクセスしたい、なんか久しぶりに言ったような気がしましたね。アンケートにお答えくださった、107票ですかね、僕今見た時107票の、107名の方、本当にありがとうございました。なんかこうやって皆さんにアンケートを取って、皆さんの本当に需要にあるものをやっていきたいなというふうに思っております。そして、反対票を投じていただいた方なんですが、反対票の、意見を全く無視するというわけではなくて、アクセスでやったものをじゃあエクセルでやったらどうなるんだっていうことって、多分なんか今まで誰もやったことがないような気がするので、極力、一番初めのコンセプトがね、アクセスを覚えていただきたいということだったので、まあエクセルが好きな方にアクセスをがむしゃらに言うのではなくて、アクセスとエクセルってこんなに近いところにあるんだよということをちょっとやっていきたいなというふうに思います。はい、それで今日皆さんにご紹介するのは、DSUM 関数というものになります。やっぱりね、アクセスで、失礼しました、エクセルで、皆さんがね、一番初めに覚えるものって何って言ったら、多分サム関数なんじゃないですかね。サム関数、で、Excel にも DSUM 関数というのはありますし、そしてその DSUM 関数というのは情報処理検定で問われている関数になりますので、ちょっと来週はね、来週じゃない、次回の金曜日はちょっと DSUM 関数を、ご紹介したいなというふうに思っております。はい、寒いフンドでも全然できるんですけど、なぜかしら、DSUM 関数を使ってるというね、ようなことがありますので、ちょっとそれを紹介したいなというふうに思います。はい、それではパソコンの画面に行きます。はい、それではですね、早速やっていきたいというふうに思います。皆さん、この、データベースの表を覚えてらっしゃいますかね。私がサンプルファイルを配布し始めてもう約1年半ぐらいになります。月日の経つものは早いもんだなというふうに思いまして、私がですね、これ初期の頃、皆さんに、お配りしてたサンプルファイルになります。なんかしらね、このデータベース使えるなというふうに思いまして、今日も引っ張り出して使ってしまいました。はい、で今日は、ここのところに売上速報金額というフォームを追加しておりますということですね。はい、それで今日皆さんが、例えばアクセスでその売上を合計する場合どうしたらいいのかということをちょっと考えていきましょう。皆さんが、こういったアクセスを作りまして上司の方に持ってったとします。で、ちょっとメタボチックで髪の毛の薄くなったちょっと威圧的な上司の方にね、まあ、そんな上司の方ばっかじゃないとは思うんですけど、はい、そういう方に、ファイルを提供しましたと。で、提供した時にですね、井川君と、で、この、各、命名の、売上金額をどうやって出したらいいんだみたいなことを言われたとします。そうすると僕は多分お腹の中で、まあ、腹の中でこう思います。いやって社員ごとに分かれたんだから電卓叩けばいいじゃんっていうふうに思うんですね。はい、これね、私は本当に思うんですけど、何でもかんでもね自動でやっちゃいけません。人間バカになっちゃいますからね。はい、でもまあそのね、上司の欲望に応えるのが、まあ、サラリーマンでございますので、まあね、そういったことを、まあ、思っちゃいけないんでしょうかね。私はよく思うんですけど、まあ、口に出しちゃうと修正できなくなっちゃいますんで、私みたいにですね、はい、まあ、それはどうでもいいです。はい、で例えばここにそのまま文字ってエクセルがあるんですけれども、エクセルですとこうやってなぞるとですね、ここのところに合計金額とか平均値が出てくるっていう、まあ、素晴らしい、エクセルには機能があるんですが、アクセスにはそれがありません。やってくんないですね。アクセスも腹の中でね、いやいや俺の仕事って計算じゃねえからって、データの管理だからっていうふうにぼやいてるのかもしれませんが、マイクロソフトのエンジニアはすごくて、そのアクセス、失礼しました、エクセルとほぼ同等の機能を、見つけてくれましたんですよね。それがどういうことかっていうと、じゃあ井川直輔ってやるとここが抽出されて、金額が3350万円というふうになってきますと。じゃあちょっとエクセルで確認してみましょう。はい、
はい、オートフィルターをつけまして、ひょいひょいひょいと、以下を絞ります。そうすると3350万円というふうに出てきます。はい、じゃあこれで皆さんの上司は受け入れてくれるのかというと、受け入れてくれません。なぜ受け入れないかというと、アクセスのスキルがないからです。アクセスのスキルがないから絶対に、やってくれません。多分この状態でも絶対に電卓を叩くでしょう。で、次に検証するはずです。井川直輔は会ってたけど、山田花子はどうなんだというふうになります。そうすると、はい。はい、3980万円というふうになります。まだ多分疑うでしょうね。もう1回ぐらいやってみようかなっていうふうになるとですね、山田太郎さんを選択するわけです。はい、2770万ご名答ですね。はい、ここまでいくと上司はもう悔しくてしょうがありません。なんとかアラを探してやろうと思って、鈴木二郎というふうにするわけですね。そうすると鈴木二郎はどうするかというと、はい、2440万円というふうになりました。ということで、さすがのその上司もエクセルのスキルぐらいはあるかなというふうに思いますので、もうこれだけ合ってると文句の言いようがないっていうことになってきます。ちなみになんですが、はい、なんて、言うんですかね、ここにあのサブトータルという、関数を仕込んでます。近々ですね、なんて言うんですかね、ブログでも紹介したいなというふうに思ってたんですが、私が3本目に上げた動画、エクセルでやる一瞬の技みたいなね、ちょっと動画を上げたときに、そこにコメントをいただきました。サムとサブトータルの違いを説明しないと赤っ端書くよみたいなことを言われたんですね。はい、でこのサブトータルっていい機会だから、ちょっとこの場を借りて説明してしまいます と、こうやってフィルターをかけて抽出をしたときに小計を出してくれるものすごいありがたい関数です。ほいで、じゃあ合計だけかっていうと、平均値や偏差値とか、あと何でしたっけ、あのデータの個数を数えてくれたりとかっていう、すごい役立つ関数ですので、まあ、あのサブトータルをなんか会議の資料とかに使うとかっていうのは、まあちょっとはまあなくはないでしょうけど、主に作業用で僕は使ったりなんかします。本当にたまにね。はい、ちょっと覚えておいてください。はい、そうしましたらここで絞れたわけです。そうしますとどうしたらいいかというとですね、この、ちょっとマクロを見てください。はい、社員指名アフターアップデートっていう風になってます。はい、更新後の処理でこうやってねという風になってます。それで DIM、社、これは社員の社をもじりましたストリングで DIM 売上の、売りを持ってます。で、僕発音悪いんでよくわかんないんですが、キャンセリーっていうんですかね、通貨という意味になってまして、それはそのまま変数に使えます。ほいで、ここの、社員氏名というのは、本来はこのようになってるんですが、私から、ファイルをご購入された方、まあ、有料で受け負ったものや、それから月額のファイル料を払って、買ってくれる方、あの2名の方から同じ質問をいただいたんですが、私のファイルをそのままパクって使っても反応しませんというようなことを、同じ質問をいただきました。で、皆さんも、まあ、私のファイルを持っている方、パクって使っていただくのは全然結構なんですが、これ、文字列と数、文字型、まあ、短いテキスト型、それから数値型、そして日付型で、このクォーテーションや、シャープが入ったりっていうふうに、微妙にアクセスは違ってきます。Excel とはまたちょっと違うんですよね、これは。なので、ちょっと覚えてください。でですね、はい。で、考え方なんですが、これ違うな。こうですね。はい。で、考え方なんですが、ちょっとここを、コピって切り離します。そうすると、社員氏名というものに関してなんですが、まあ、イコール含んでるんですけど、必ずその両端にはダブルクォーテーションが入るということですね。そして、文字を検索する場合にはこのようになってます。シングルクォーテーション、ダブルクォーテーション、アンパサダの、ここの、
テキストボックスの名前、そしてアンパサダでつないでシングルコーテーション、ダブルコーテーション、シングルコーテーションですね。こういうふうになんかちょっと形で、こうなんか、アクセスって、もちろん、まあ、アクセスっていうか VBA ですかね。VBA って左脳地区に、左脳ね、脳の左側、論理的に組み立てるような場合もあるんですけど、僕はこれ、左脳、これ、あ、違うなっていうのは、どこかで見分けるかっていうと、多分左脳ではないと思います。右脳だと思いますね。この、状態で、文字を検索するって時に、パッと見た瞬間には、もうこれはコーテーションがない。っていうふうに、思い浮かべるので、これ、ちょっとね、やってみてください。見た瞬間に分かります。コードをどん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 見ていくとですね、はい、いっぱいコードを僕の動画で見て VBA 慣れてください。はい、それで、今回の肝というのはここになります。ここ、ここ。はい、DSUM 関数というふうになります。はい、で、DSUM 関数は、これは、D なんとかっていうのは、もうほとんどなんですけど、多分 DLOOKUP もそうですけど、私の勝手な解釈で DSUM、DLOOKUP、この D というのは、データベースの D でしょうね。で、売りっていうのは何って言ったら、まず合計してね、何を、金額を、それってどこにあんの、売上速報です。そしてここに抽出条件を書きます。この抽出条件は、この社というものと同じものになってます。この社は何っていうふうに言うと、はい、ここの社員氏名とここの社員氏名が合致したもの、それを出してねというふうになってます。はい、そして売上速報、売上金額のこの売りというところには、はい、ここにその合計を出しなさいと。そしてフィルターは何で書けるんだっていうと、社というもの、つまり社員氏名と社員氏名が合致したもので、ミフィルターでオンにして、これを、true でやるというふうになってます。極めて単純なコードのような気がします。はい、これを代数で書かない、代数っていうか変数使わないでやると、この辺が、ごじゃ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 してきたりとか、まあいろんな面倒が出てくるので、僕はこんな感じで、せっかくあそこまでね、もうなんか10回か10回ぐらい皆さんに VBA を紹介してるので、こういうふうに、サクサクコードが書けたらいいんじゃないでしょうかということで、ちょっとやってみました。はい、今日は以上になります。はい、それでは、パソコンの画面この辺で、終わりたいというふうに思います。いかがでしたでしょうかね。今日の動画、こういうね、アクセスの合計を使ったものに関してはですね、僕は、上司にはですね、アクセスとエクセルを必ず2つ持ってきますね。それでなるべく上司の手間を、省いてあげようというね、その、まあ、僕の、心遣いですね。はい、そしてそのエクセルで、上司が検証し始めると、あ、やっぱりやってんだなと、ただあなたのスキルがないだけなんだよと、北総園で自分の仕事でまた戻るというようなことをやってますね。結構意地悪な人間なんでしょうかね。まあそんなことはどうでもいいですね。はい、でね、サンプルファイル、有料化しましたね。はい、有料化しました。有料化したんですが、なぜかしらダウンロードされている、数というのは、まあ、少ない時とそれほど、まあ、変わらないということなので、ご購入された方が一生懸命勉強していただいているんじゃないかなというふうに思います。ただ、ここでね、ちょっともう一個、皆さんに言いたいことがありまして、メールでね、質問が来たんですよね。その有料ファイルをね、ご購入された方から。そして、皆さんが再三再四言ってる、皆さんに再三再四僕が言ってるように、丸投げはダメですよと。もうこれは僕仕事でやるんで、こっから先は有料になりますっていうふうに言ったらですね、もうその方は有料でも構わないっていうふうに言ってきたんですよ。まあ僕にサンプルファイルを送ってきてたんですけど、で、サンプルファイルを見たら、
いいところまで行ってるんですよね。いいところまで行ってるので、お金目的だったら僕そこで、料金を取って料金を請求してやったんですけど、その方にこう返信したんです。もう少しじゃないですか、頑張ってくださいよって、ね、もう少しじゃないですか、頑張って くださいよって、まあ、ちょっと的が外れてたところもあったんですけど、そうしたら、その方から返信が来まして、箸にも棒にもかからないわけじゃなかったんですねっていうふうにして、参考になる URL と、まあ、僕の動画でしたら、まあ、ビッグデータを攻略せよっていうこの動画が多分一番近いんじゃないんでしょうかっていうふうに返したところですね、なんとあの夜中の3時に、できましたというメールが入っていましたね。はっきり言いますけど、金なんか本当にどうでもいいんですよね。あの教えてる人間の立場として言いますね、できましたという言葉が私の何よりの喜びですし、このチャンネルの継続するモチベーションになると思います、ね。その方も、まあ完成したものを僕は見てはいないですけど、ね、周りの仲間たちと今後どんな困難があったにしても自分たちで知恵を振り絞って、やっていってくれるんじゃないかなっていうふうに思います。ね、このチャンネルをやって、嬉しいことは僕たくさんありました、逆にね、なんかね、腹立たしいことってね、そんなにないんですよ。腹立たしいことっていうのは、まあ腹が立ってサンプルファイル郵便したわけじゃないですよ。それは皆さんがスキルがつかないということで、まあ、お金のバーを設けたんですけど、ね、嬉しいことしかないですね。そしてその本当に、できましたと夜中の3時のメールっていうのは本当に僕の嬉しいことの中の本当の一つになり、私の思い出になるなというふうに思っております。はい、ちょっと、後半長くなりましたけどね。はい、私は皆さんができましたというその言葉がもう何よりの活力だと思っていただければというふうに思っております。で、ちょっとねお詫びもしたいです。あのね VLOOKUP なんていらない2の動画なんですけど、ブログに書き起こしたらちょっと私数式を間違ってて、一部なんかね NA っていうのは出ないんですけど、なんかそこで NA が出たんで、多分その時私式の入力を間違えてたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ちょっと今日ブログを書き起こしておいて、書き起こして気づいたことになります。一生懸命ねブログの方を書き起こしておりますので、でもアクセス数ってまあ立ち上げたばっかりだから、まあ、これはしょうがないんですけど、まあ来る人数っていうのは1日だいたい50アクセスぐらいですね。はい、僕が動画を上げて、そのコードを見てくれるっていうのはね、まあ100分の1ですか、まあ、今5000人いますので、ただ、全員に見てくれとは全然思ってないんですけど、自分で自負しますが、いいブログだというふうに思ってます。なぜかと言ったら、僕が困った時にその自分自身でもそのホームページを見てるし、そして僕が何より、誰とも話すことなく一人で VBA を勉強した時にこういうサイトがあったらいいのになっていうものを作って今やってるわけでございまして、ぜひお困りの時は、広告はクリックしなくてもいいので、見ていただければなというふうに思っております。はい、それではですね、次回、Excel の、DSUM 関数について説明をしたいというふうに思います。知っておいて損になる知識ではございませんので、次回金曜日ですね、私と一緒にまた Excel アクセススキル向上について、頑張っていきましょう。はい、井川直輔がお送りしました。はい、それでは来週、次回金曜日までお元気で、さよなら。本日も最後までご視聴ありがとうございました。KU 企画ではアクセス、Excel の業務ファイルの作成、Excel、アクセスの研修を受けたまります。法人個人を問いません。KU 企画のサイトでは動画とブログが一体化しています。アクセス、Excel のスキルがさらに向上します。給与明細作成、データベース作成、Excel とアクセスの連携、ご要命は KU 企画まで。